前回までのサンレッドは。レッドさん、何してらっしゃるんですか？見りゃわかんだろ。押し入れの片付けだよ。おお、なんですかそのファイヤーバードフォームって。ああ、ヒーローものって中盤くらいになると強い敵と戦うためにパワーアップするんだ。あれと一緒だ。ファイヤーバードフォームは俺の究極形態。よいしょ。そんな奥に入れたらすぐ使えないじゃないですか。ドッツホーム。我ら世界征服の第一歩としてこの地を征服する。神奈川県川崎市、首都でもないこの地にまた未曾有の恐怖と混乱が巻き起こらんとしていた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。社会人の心へ教えてやるぜ。究極形態ファイヤーバード本当のところは内気なヒーロー From me to you。 近づきたいけど君は眩しい太陽。君には拳を、君には腹を幸せを。みんな切る年、力を込めて今日も戦う。天体戦士サンレッド。ゲロ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 ッチョ。あれ、なんだ、貴様らも今来たのか。嘘。マッチって、やべ、バンプ様一人だけ。すいません、バンプ様、遅れました。やっぱり一人だ。すいません、バンプ様、一時集合だったのに。俺たち3人今年の大掃除当番だったのに。自分寒風摩擦してたらタオルが擦り切れてしまって、バイトの引き継ぎがなかなかできなくて。亀吉も手伝わせようと思ったんですけど全然捕まらなくて。え、あなた方はどなた？怒ってる。普段は温厚なバンプ様が。私一人でアジトの掃除すればいいんでしょ。あのどいて、バケツの水変えるんだから。自業自得ね。時間を守れないなんて子供じゃあるまいし、社会人としての自覚が足りないのよ。偉そうに、てめえに言われたくねえよ。居候のくせに。バンプ様一人にやらせてないで、貴様も手伝え。今から黙々と掃除して挽回しなさい。ああ、そうだよな。うっす、早く機嫌直してもらわないと。このまま年越しそば食うのもまずいだろう。正月におせち目当てでアジトに来にくいしな。よし、やろうぜ。床より天井の掃除でまた床に埃が落ちるんだから二度手間でしょう。はい。鎧でやってて動きにくくないの？着替えたらジャージか何かに。ああ、日のあるうちに布団を干せばいいのにな。まったく、もうもっと考えてやりなさいよ。だからレッドさんに勝てないの。バンズ様、どちらへ？買い物。床より先に天井やりなさいよ。天井の掃除でまた床に埃が落ちるんだから二度手間でしょ。うちのことはいいから買い物行ってきて、必要なものは書いてあるから。おう、もっと考えてやってよね。ったく、大晦日だっつんだったらのんびりしてろっての。貴様、ヒーローだな。あ、なんだお前ら。私はデビルアイ。この世界を手に入れるため川崎にやってきた。あ？え、何？お前ら悪の組織？くっくっくっく。
だとしたら。なんだ、だとしたらって。俺が悪の組織かって聞いてんのに、だとしたらじゃねえだろ。え、ああ、そうだ。悪の組織だ。サイクキャノン。ドッズは過去にヒーローを3人倒して、我らの野望のために貴様にもここで地獄を見てもらうぞ。悪いな、まだ買い物残ってんだわ。逃げるのか。っていうかよ、お前らさ、よくリサーチしてから来いよ。ここにはもうプロシャイムって悪の組織がいるんだぞ。何？あ、そうだ、あれ、お前ら先にフロシャイム潰せよ。そしたら俺倒しに来いな。え、お前ら世界征服を企んでるなら、後でそいつらも潰さなきゃなんねえじゃねえか。そうだろ。な、え、いや、フロシャ、そう、いるんだよ、フロシャイムっていう悪の組織が。先にそっち片付けてこいよ。悪の組織、フロシャイムか。言ったろ、俺は買い物に行かなきゃなんねえから、すぐお前らとは戦えないの。それとも何か待ってるか。俺が鏡餅買うのをよ。それならその間にフロシャイムを全滅させた方が時間の無駄になんねえだろ。ああだろ。あ、それはそうだが、俺がアジトの場所を教えてやっからよ。知っているのか、フロシャイムのアジト。いや、当たり前だろ。ほら、なんか書くもの、地図書いてやるよ。書くもの。ああ、書くもの。お、持ってますよ、ホーマス。ありがとう。ここからそう遠くないから、分かんなかったら誰かに聞け。この辺の住人なら大概知ってっから、フロシャイムのアジト。ほら、じゃあな。買い物があるなら仕方あるまい。よし、ではヒーロー抹殺の前にフロシャイムとやらを潰しに行くぞ。はっ。それはそうとして、デビルアイ様。どうした、腹減りませんか。え、俺も減った。何か食いません。では何か食うか。でもこれから戦闘に入るのに、満腹だと動きが悪くなりますかね。あ、それもそうだね。ではやめるか。あ、じゃあコンビニで何かパンでも買って分けたらどうです。あ、それぐらいならいいかも。よし、ならばそうしよう。はっ。まったく、せっかく今日は美味しい年越しそばを作ってあげようと思ってたのに、みんな気が抜けてるよ。ん？文句か。怪人？コンビニの前にたむろして柄の悪い。困る、あれがうちの怪人だと思われたら、ちょっと注意しなくっちゃ。それで、その怪人たちにバンフさんを襲えって言ったの？俺、お前に買い物頼まれてたからよ。でもその怪人、ヒーロー3人も倒してるんでしょ？あのパンチ力からすると、あながち嘘じゃねえな。お前、フロシャイムの怪人だな。え？どうするのよ、バンフさんが危ないじゃないの。バンフさんたちはあんた一人も倒せないくらい弱いのに。何言ってんだ、お前は。やれ、ドッツ。アーマータイガー君。貴様、バンプ様に何してんだこれ。何？バンプたちが弱えんじゃねえ、俺が強えんだ。うっ、自分最低っす、つい、マジに。アーマータイガー君はバカ力なんだから、ちゃんと加減しなくっちゃ。うっ、すいません。あなたたちも不良の高校生じゃあるまいし、コンビニ前で座っていたらみんなの迷惑でしょ。あなたたちがうちの怪人だと思われたら困るの、私。ああ、確かにそうだな、すまなかった。で、どうしたの、アーマータイガー君。うっす、やっぱり大晦日の買い物だと、カニやら何やらで大変だろうから、誰かが手伝いに行かないかってゲイロスたちと話したんです。うっす、すいません。ああ。こんにちは。かよこさん。ゲイラスさん、こんにちは。あの、バンプさんは？ええ、今台所にいます。よかった、無事だったのね。え？うん、なんでもないの。はい、これ、年越しのお裾分け。わあ、ありがとうございます。バンプ様、バンプ様。ああ、いいです、いいです。私もすぐに戻らないといけないから。ゲイラス君、天ぷら上がったらひとっ飛びしてかよこさんに持って行ってくれる？はい。どうやら機嫌治ったみたいだな。かよこさんのおかげ。ほらほら、台所に怪人が3匹集まってもしょうがないでしょ。掃除掃除。こんにちは。あれ、また誰か来た。あれ、
みんなどうしたの？大掃除手伝いに来ました。俺今年エジプト帰んないし、一人でアパートにいてもやることねえし、だったらと思ってみんなで掃除手伝います。雑巾雑巾。みんな上がって、さあ上がって。おお、貴様らみんなもアジトで年越ししなよ。うん、いいねいいね。いいんですか？そもって、俺は毎年越しカップそば持ってきました。年越しもカップなんすか？毎年越しカップそば。今年の目標はワイルド。川崎支部はワイルドに行こう。ワイルドに。ワイルド。ワンプ様、今からみんなで初詣行きませんか？あ、いいですね。行きましょうよ。行っちゃう？行こうよ行こうよ、ワンプ様。ねえ、おみくじ引きましょうよ。いいよ、俺は信じてねえからそういうのはよ。レッドさん。あら？この声は。こっちこっち。バンプさん、おめでとう。バンプさん、おめでとう。かよこさん、レッドさん、おめでとうございます。うるせえ、やめろバカ。あ、レッドさん、あ、今年こそは貴様を地獄へ突き落としてやる。必ずな。いて、ちょ、やめなさいよ。やめろレッド、飛ばすよ。なあ、ワイルドチェンジしなくても。うわ、あの子、ミニで寒くねえのかな？てめえだってミニじゃねえか。おめえもな。やだ。え、もし、秋嫁ことよろっつって、うん、みたいな感じで。ちょっと、田中じゃないの？あ、すいませんでした、すいませんでした。あ、お守り買いましょう、デビルアイズ。そうだな。よく混ぜたら手の中で丸めて、さあ、アクと油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に。ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる全都悪の壮絶な戦いの物語である。